で今回なんですけれども、やっていきます企画はこちらの剣盾でありえないほどの強化をもらっているウツロイドの最強パーティーを組んでまいりましたので、そちら紹介していこうという動画になっております。このウツロイドね、種族値がこんな感じとなっておりまして、防御がね、やたら低いんですけれども、それ以外が本当にバグレベルに強いと、攻撃も抑えめられていて、さらに素早さに関してもね、ガブリアスより1早く、まあ、100よりね、ちょっと高いっていうのはかなり優秀なラインだと言えます。防御は低いとはいえね、ダブルバトルとかだと、まあ、威嚇とかのサポートあるとかなりね、見れる数値になっているので、全然ね、防御捨ててるって感じはないですね。まあ、タイプ相性はこんな感じなんですけど、まあ、地面4倍ということでね、結構有利不利はっきりしているポケモンなのかなと思いますけれども、まあ、そのね、地面タイプ弱点とかもダブルバトルだとサポートしやすいので、相当ね、強いですね、これは。というわけで今回組んできたパーティーはこちらとなっておりまして、持たせているのはなんと、パワフルハーブという風になっております。このね、もう正体がこのメテオビームという技にございます。これがね、今回大強化をもらった原因となっているわけなんですけれども、1ターン目に宇宙の力を集めることで特効が上がり、2ターン目に相手を攻撃するというところで、パワフルハーブをね、持たすと一瞬で撃つことができまして、しかもね、特効を上げた後に撃つことができるというところで、しかもほんとめちゃくちゃ強いね。まあ、つまり初手から威力180の技をね、ぶちかまして特効が上がっていると。で、さらにその攻撃で相手を倒すと、このビーストブーストが発動することによって相手を倒すたびに特効がまあ上がっていくということで、まあおかしいですね。もう HP がねマックスの状態でこのウツロイドが残ってしまうと、もうダイマックスとかしちゃっても相手全然止めれないみたいな感じになるので、本当に驚異的ですね。本当によくこの技を覚えさせたなっていうレベルで強いですね。さあ、このウツロイドをねサポートするまあメンツがこのようになっているわけなんですけど、フリーザーね結構注目していきたい。あのね、ウツロイドがやっぱ天敵と言えるのはスカーフのランドロスですね。こいつは結構どうしようもないところはあるんですけど、このフリーザーがね特性勝ち気があるので、威嚇を、食らったりして能力が下げられると特効はグーンと上がるということで、まあ、つまり2倍ですね。これはランドロスを初手で出されにくくなるというところがあります。さらに、相手のトリックルーム、きついパーティーとなっているので、さらにそれに対してもね、トリックルーム封印することによって相手、トリックルーム張れないというね、本当に美しい、もう、組み合わせとなっております。初手でフリーザーぶん投げてね、ランドロス来たらこっちダイマックスしてね、大ジェットしちゃえば、もう相手崩壊しちゃうので、もう本当にかなりランドロス耐性もついたパーティーとなっております。まあ、どっからでもね、ランドロス受けれるようにこっちもランドロスとかキスとか入れてサイクルもできるようになっていると。他にはねキスとか外縁の、まあ、この指止まるとか猫騙しで毒クラゲをサポートするっていうのも、いや違うわ、ウツロイドをサポートするっていうのもかなりあります。そしてねトゲキスはダイマックスもできるピントレンズ型となっておりましてですね、まあウツロイドねダイマックスあまり来ても強くないなんて場面も多分出てくると思うので、そういった時にね柔軟に動けるようなもう全体的な構成となっているということで、このパーティーマジで強いのでぜひご覧ください。はい、というわけでノアさん対戦よろしくお願いいたします。はい、めちゃくちゃ強そうな、パーティーですが、使用率あんまり高くないポケモンとしてエビアラがね、まあ、2番目というなんか絶妙な位置に紛れ込んでいるということで話題になっております。さあ、毒クラゲじゃないウツロイド行って、そして相手トリクルもしてくる可能性があるので、フリーザー投げて封印もしてね、なんかトリルパッチラゴンとかそういう、ね、無双を止めていきたいと、思っております。さらに、まあ、ランドロス、まあ、全体的に刺さってるね、まあ、出して、まあ、アシレーヌとかがきついなみたいになってくるので、ガオガエンはまあ出さずにレヒレカキスがいいかなと思うんですけど、まあ、あくまでね毒クラゲを違うウツロイドをサポートして勝っていきたいので、まあ、キスでいっちゃおうかな。このね夜の10時に寝て朝の6時に起きて、早朝からねポケモンのパーティー考えてランクを潜って動画撮って編集してというね丁寧な暮らし、ポケモン剣盾冬のじゃないわ冠の雪原でね実現しております。本当にポケモン様のおかげで僕の生命がね維持されているんです。さあ、ちょっと待ってくださいね。これ、ダイストリーム来たら、マジ放送事故が起きてしまう、これ。で、この、サマヨルと、アシレーヌの並びはめっちゃ、ね、トリックルーム中の支配力が高いので、まあ、このフリーザを先発に出してね、封印ができるのは本当にいいね。多分、相手も、さすがにこれ読めないと思うんで、これに関してはかなりいいね。まあ、ここは欲張らずにメテオビームで行くか、まあ、ダイヤシットしてもいい気はするけどね。毒クラゲね、めちゃくちゃ硬いんですよ。本当にこいつ見てください。特防のね、実数値151もあるということで、もうクレセリアみたいなもんですよ。はい。なので、あ、ちょっと待って、説明しすぎた。あ、やばい、時間が。封印できなかったら終わる人生が終わる。おー、しょ、危ない。これはまあ、メテオビーム行って、耐えたら、ウツロイドが耐えたら次ね、もう支配力やばいということで全抜きできるんですけど、まあ、耐えなかったらトゲキス出して、まあ、そっちダイマックスのルートでも全然勝てるかなみたいなところがあるんで、まあ、そっちもいいね、メテオビーム決まっていく。特攻上げてから攻撃するこの壊れ技、はいはいはい、まあまあこれなんか硬くね、これ硬くねえか、直球やん絶対ね、絶対直球はこれ
直ハイパーボイス。オッケー、毒クラゲ余裕を持って耐えていく。オッケー、封印が刺さっていって、トリックルも張れない。もう相手はあれしかできないよ。うん、あれしかね、ナイトヘッドしかできないから、それは盛りましたね。まあなんか痛み分けとかね、まあその辺も全然できるんですけど、まあ、サイドチェンジもね入れても良かったんですけど、まあとはいえね、トリル封印入れて、まあ残りね、ワンチャンフリーザーダイマックスの可能性を残してるんで、まあまあまあこれはまあシーレーヌ守ってくる可能性なくはないんですけど、なんか急にダイマックスとかやって暴れてきたらやばいんで、一応集中しておきますか。確実に直帰なんで守られる可能性はまあないと、踏んでおります。ということでオッケー、倒していく。いや、ここいいね。本当に直帰確定だから、しっかり集中していくのはギリギリ頭が冴えてたと言える。さあ、ビーストブースト、特攻も上がっていきます。もう、全抜き。止めれないね。うん。まあ、うつるであれですね。ダイマックスするターンに、もう HP は結構削られちゃってる可能性があるので、まあ、なんかパーティー全体、いろんなポケモンにダイマックスの可能性を、まあ、なんか残しておくことによって、まあ、最悪うつるとダイマックスしなくても全然いけるみたいな、まあ、そういうね、華麗な動きができるので、柔軟に手くれるパーティーに仕上がったかなというふうに思います。さあ、新速してきそうなワンちゃん来たね。どうしよう、このワンちゃん。どうしようかな。フリーザの勝ち気発動していった。オッケー、これはいいね。フリーザで全抜きできる可能性も出てきたな。これ、トゲキスのこの指止まると、ウィンディの新速優先と一緒なんで、毒クラゲをね、新速で守れるかって言ったらね、かなり怪しい感じになってるので、ここは守りましょう。ここ守って、フリーザで、いてつくし戦でいっちゃおうかな。まあ、多分フリーザーがね、狙われないと思うので、まあ、多分耐える。うん、まあ、最悪、あれですね。フリーザーが、倒された場合は、まあ、ランドロス出して、まあ、威嚇と、もう、うつろいと、もう、こっからダイマックスしちゃって。あ、強い強い。はい、神。神、神ポケ。フリーザーやっぱ特攻種族値えぐいよ。これね、本当に。フリーザーね、あんまり強くないイメージあるかもしれないですけど、ガラルフリーザー種族値がね、マジありえんほど情報修正されてるんで、まあ、さっき言いかけてたんですけど、あれですね、威嚇入れてダイマックスしたら毒クラゲがギリギリ、新速耐えるみたいな、そういう無茶苦茶な動きも、まあ、可能ではあったかなというところでございます。さあ、ヘドロ爆弾と、いてつく視線集中していっちゃうか。まあ、スカーフじゃなかったらこっちの方が早いんで、相手トリックルームにかなり、ね、依存してそうな、出し方だったのかな。まあ、相当、ね、有利になった。ここでサイドチェンジされても、まあ、結構有利かな。まだこっちダイマックス切ってないし、ランドロスが後ろに控えてるので、まあ、そこそこいい。さあ、バッチラモンダイマックスしてきましたが、どうですか、受けれるんですかね。おお、強い、威力が強い。これもいてつく視線で、はい、倒していくよね。はあ、強いわ、これは。軽くえぐいね、この並び。ダイマックスせずともゲームが終わってるんだけど。オッケー、ナイトヘッドで、まあ、刈り取られていくと。うん、まあ、毒クラゲね、無振りで HP 違うわ。うつるど、無振りで185もあるんで、ナイトヘッドに対するね、耐性も結構、まあ、高めになってるのかなと思います。というわけで、コウさんが選ばれました。対戦ありがとうございました。はい、というわけで、クレイグさん対戦よろしくお願いします。ガチパキとランドロスもいただきましたね。これは、毒フリーザーで一旦見てからのキッスでサポートの展開まで見ていく。その流れでよろしいか。さあ、相手がちょっとアメパなんで、若干きついか。普通にまあ、アメにはフリーザーでダイマックスしちゃっても、まあいいので、まあそこは柔軟にやっていけるか。まあ、レヒレ出すか。レヒレね、ルンパッパをゴリ押しで倒した後は、まあ動きやすいんですけど、まあルンパッパは課題ですね。まあまあまあ、確かにルンパッパに若干薄いっていうのはあるけど、まあダイヤシットで一応ね、抜群も取れるんで、毒クラゲじゃないわ、ウツロイド大介護時代して、突破した後になんかレヒレで詰めるみたいな感じのね、おしゃれプレイングしていきたいと思っております。さあ、お前さん先発がドラパルトとルリコロ。オッケー。これ、ドラパルトの大ストリームで雨を降らすっていうね、テクニカルプレイの可能性もあるんでね、それはちょっときついね、実際。毒クラゲの素早さが170なんで、2倍じゃない、1.5 倍になったら、255になるんで、ルンパッパが控えめだったら、抜けるようになるという、地味に強い観点がございます。さあ、相手ダイマックスしないか、まあ、ルンパッパがダイマックスしてる可能性は、まあ、あるといったところでしょうか。まあ、ひとまずドラパルトがなんかダイマックスしてこなくて、いいね。うん。なんかね、ニョロトノが来るとか、ダイストリームが来て、ルンパパが速くなるとか、そういうのがあったら困るから、ダイジェットして、ウツロイドでちょっとビートしていくわ。え、これ上手すぎてやばない？これ。
これガチうますぎてやばない？大丈夫？ルンパもダイマックスしてる？ルンパもダイマックスしてる？セルフダイストリーマーメみたいな感じ。じゃあドラパルド何すんのこれ？サイドチ？サイドチ？他は何やろ？普通に殴ってるだけ。壁？いろいろなんかもう何されてもうざいな。ちょ、こいつに壁とかなんか、ね、与えたのやめよ。余計な読みが発生しちゃうから。さあ守っていって、これはダイストリーム貫通しても若干大丈夫。あ、トンボ返り弱点保険か。はい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 、トンボ返り弱点保険で、これですごいですね。ドラパルトがやっぱ早いんで、うん、このトンボ返り一番ね、場で最速で打ってニョロトノ出したら急にルンパッパの素早さが2倍、になるので、実質ね、ドラパルトと同じ素早さをルンパッパが持ってるという感じになりますと。うん、すごいですね、これは。弱点保険で、火力も、2段階上がっていって、しかも、トンボ狩りの交代先にニョロトノ出すんで、火力もさらに 1.5 倍と。ウスルードこれ大丈夫か？アフリーザ方向ナイス。全然ナイスってダメージじゃないけどね、普通に。結構終わりレベルのダメージ入ってはいるけど、オッケーオッケーオッケー、ナイス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 。非常にでかいね、これは。うん。これで、まあ、多分次、ウスルードなら、ルンパッパを狙えるということで、ここであれですね、メテオビームで火力上げちゃいましょうか。フリーザーでさらに大ジェットを積んで、もう盤石の体勢整えていきたい。ニョロトノがね、多分ウツロイドギリギリワンパンできないと思うんで、まあ、ハイドロポンプ使ってきたらあれなんですけど、まあ、熱湯とかの人が多分多いんじゃないかなと思うので、まあ、ギリ耐える想定ですね。さあ大ウォール来ましたね。非常に頭が良いと、言えます。しかしこのね、メテオビーム、はい、まあ、一応ね、モーションはしっかり入って特攻は1段階上がることができるので、まあ、ここで守られても別に全然大丈夫って感じですね。まあ、ビーストブーストが発動しないっていうだけなんで、うん、無駄にはならないのが強い。さあ大ジェットでオッケー。ニョロトノ結構ね、特防高いんで、それをこんだけ半分以上持っていけるっていうのは相当でかい。この適当な攻撃でもね、合わせて倒すことができるようになるんで。あ、濁流は強いね、さすがに。下がったらやばいよ、さすがに命中は？これマジ不穏の訪れじゃん、これ。外して負ける未来、伊豆見えてきたね。一旦キスから行くけど、これマジ外したら受けちゃうね。絶対に当てなければならない。そういう覚悟を持ってやっていく、このヘドロ爆弾。絶対に倒させていただきます。さあ、マジカル社員で、いいかな。まあ、今回は、あ、ルンパパ守れないんで、マジカルシャインがシングルダメージになると思うんで、まあ、それでいいかな。さすがに当てよう、さすがに当てよう、ここは。当てていく、ナイス。危ねえよ、マジで。怖いね。相手のニョロトノがスカーフだったら、スカーフだったら抜かれてる投撃すら。スカーフじゃないと思うけどな。何を根拠に言っているかわからないけど。オッケー、上取っていって、シャインで、はい、一発で倒していくと。うん。オッケーオッケーオッケー。これで残りがドラパルトと何かとなっております。ドラパルトあれだな、トンボ返りしてくるやつはスカーフの可能性はまあそこそこあるかなといったところですか。まあ、レジエリックよりね、ドラパルトならスカーフ持ったらレジエリック抜けるということで、まあ、非常にそこもアイデンティティの一つになっているんじゃないでしょうか。さあザブドスと、ドラパルトと、これはあれですね、あのメテオビームだからサンダーサンダーに抜群つけないのが若干秘宝なんですけど、まあ、残りのポケモン考えた時に、サンダーを倒せば、まあ、勝てるという流れではあると思うので、サンダーから狙っていく。そしてドククラゲより、まあ、2倍のドラパルトの方が遅いから、まあ、一応まあこのターンになんか変な貫通されなければまだウチロイドが動けるターンがあると。 OK! はい、強い、めっちゃ強い、神。サンダーレベルワンパンは神勝ちで、さあビーストブーストさらに決めていきます。 OK、10万ボルトはね、ワンチャンあれですね、パワージムでもいいかもしれん。ダイマックスとかしなかった場合にパワージム打ちたいなみたいなとこあるんでね。でも10万ボルトはなんか鉄火具屋とかに結構強いので、まあ、そこもまあ捨てがたいなっていうところありますね。さあコウさんが選ばれました、おっしゃい。いや、ギリギリ
本当になんとかなったっていう試合になりました。対戦ありがとうございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ウツロイドガチで強かったんじゃないでしょうか。これね、本当にもう一生使っていくことになりそうですね。ウツロイドね、まあ今まで僕の組みたいパーティー的にはあんまり、まあ、使わないことが多かったんですけど、ダイマックスあるとね、本当に幅が広がるんでね、なんか使い方が、まあ、無限ということで、まあ、相当使いやすくなるので、これからも愛用していきたいというふうに思っております。節減ではね、動画 2,3 本ぐらいね毎日上げちゃってるので、もう良ければね、この応援してくださるという方は高評価チャンネル登録など本当によろしくお願いいたします。ということで、ぜひね、次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それではバイバーイ。